こんにちは。ネアラカンパニーの清水です。こちらにありますように、毎週火曜日の夕方6時から7時まで生配信で皆さんの就活に対する悩み事、相談に乗っています。ぜひこちらに来ていただいて参加いただければと思います。こんにちは。出会えばカンパニーの清水です。出会えばチャンネルはあなたの就活力を確実に上げるというコンセプトでやらさせていただいています。ですので比較的データとかですね、そういうものを多めに使ってですね、皆さんにいろいろ解説させていただいてます。今日はですね、就活生、皆さんの同級生も含めて8月はどのように動いていたのかということを、これ6月7月というふうにやらさせていただいて、今日は8月の総括という形で、これ従来とですね、よりと少し質問の内容も変えて、8月というとですね、インターンシップに参加している学生さんが増えてるんで、皆さんが多分気になっているのはですね、インターンシップって今年はどのくらい応募してどのくらい合格してるんだろうっていうのが気になりますよね。僕らも気になったんで、その部分をアンケート調査をさせていただいてます。それではですね、簡単に就活生8月の動きについてお話をさせていただきます。今日はですね、こんな形の順番でいきます。インターンの応募状況全体、これは6月から今までの8月までがどんな風に動いているか、そしてさっきご紹介したインターンの通過状況、そして実際にインターンシップに参加した学生さんがどんなインターンの内容のものが今年は多かったのか、それとですね、実際に最近の学生さん、皆さんの同級生が就職先を決める上で、どういうことが大切だと思っているのか、それといわゆるコロナのこの状況の中、就職に関する情報をどこから入手しているのかと、こういう形で今日はお話しさせていただきます。まずですね、今回アンケートにお答えいただいたのは我々の8月24日オンラインのイベントに参加いただいた学生さんで、アンケートを取らさせていただいています。でこれ見ていただくとですね、北は北海道から関西までの大学の学生さんが参加いただいていて、ここで資格含みにしているのはですね、いわゆる東京関東エリアじゃない学生なんです。これ見ていただいて分かるように、北海道の学生さん、東北の学生さん、そして名古屋、大阪、そういう意味で言うとですね、オンライン化に伴ってですね、全国あらゆる地域の学生さんが参加いただいているっていう形になっています。今回はですね、男性女性がほぼ同じぐらい、理系が 15% ぐらいの学生さんが含まれている、アンケート結果です。ではまず、これが6月の20日の東海のイベントから8月の24日のオンラインのイベントに参加した学生さんに聞いた、あなたはインターンシップ参加しました、それと参加がすでに決まってますか、これが青色、そしてオレンジ色がすでにインターンシップに参加した、もう行ってきましたよってことですね。そして灰色、これが選考がすでに始まってる。選考が始まってる人ってこう見ると大体 3% から 5% の間ですから、特殊ななんか人が、特別な中で選考が動いてるってことですね。で青を見ていただくとですね、インターンシップ参加予定もしくは参加したって人なんで、一旦7月の9、9日のオンラインがボンと上がった後で12の関東、18の関西と下がって、また27とオンラインで少し上がって、その後横ばいですから、今回その調査をやめたんで、実際にですね、すでに8割以上の学生さんがこの7月に入って、インターンシップ参加および参加の予定が、決まってるって学生さんになりつつある。そしてオレンジ色を見ていただくと、今回の8月24日の調査では 66% の学生さんがすでに参加した、こういう状況になってますから、これからの調査だと多分、どんどんインターンシップに参加したって学生さんが多くなってくる、こんな状況の中でインターンシップ参加が、増えつつあるという状況にあります。では実際にインターンに参加した学生さん、今回でいうと、何社インターンに応募しているんだろうというデータなんですね。これを見ていただくと、インターンシップに10社以上応募した学生さんが全体の 70% 弱という形で、もう実際に10社以上も応募しています。そして6社から9社というのが 20% 前後という形の中で推移しています。実際にこういう形で見ていただくとですね、10社以上のインターンに応募している人たちが圧倒的に多いというのが現在の学生さんの状況です。じゃあここからがみんなが一番気になる情報なんですけど、じゃあインターンシップに応募した中でどれくらい選考があったのかという情報なんですけど、これ見ていただくと分かるように、実際にインターンの応募が10社以上した人が 72%、 外側の円がインターンシップに応募した社数を示しているんですね。ですから10社以上に応募した人が 72% いました。そのうち
10社以上選考があったっていう方が、まあ、内側の青色ですよね。で見ていただくとインターンシップの中で、まあ、10社以上の選考があったっていう方が非常に多い。そういう意味と他のところを見ていただいて、黄色がインターンシップの応募が6社から9社で、そのうちの、まあ、緑色が6社から9社インターンの選考があった。これを見ていただくと分かるようにですね、まあ、今学生さんが応募いただいているインターンは選考が非常に多い、まあ、これは、まあ、大手企業のインターンに申し込んでいる人が多いということも含めて、まあ、インターンの選考が非常になされているということですね。じゃあここからが一番気になるデータ、どのくらいあなたは合格しましたかなんですね。これも外側がインターンの選考を何社受けたかっていうのを出ていて、紺色のところは10社以上のインターンシップの選考がありました。で見ていただくと実際に合格しているっていうのが1社から5社が 33% で、6社から9社が 7%、 10歳以上に合格した人っていうのは4。これ全体の100に対しての数字ですから、これを見ていただくと分かると、インターンシップ10社以上の選考があって、まあ6割から7割は1社から5社しか合格してないってことなんです。他のところのインターンシップ6社から9社もそうですし、1社から5社もそうですから、これ見ていくと分かるように結構落ちてるってことなんですね。たくさん応募した、そうですね、そしてインターンシップの選考いっぱいあった、でも言うほど受かってないってことなんです。ですから皆さんの中でですね、いやインターンシップ落っこってばっかりいるんですよって学生さん多いと思うんですけど、全然心配ない、まあ、心配ないって言い方ないんですけど、今年はですねやっぱコロナの影響を受けてインターンシップやってる企業も減りました。そして人数も減らしてる関係があって、まあ、だいぶ落ちてるっていう状況なんです。ですからこの夏のインターンシップに落ちたからって言ってそんなに多くショックを受けなくてもいいです。多くの学生さんがインターンシップの選考があって落ちてますよっていうのが全体、まあ、そういう意味で言うと今後の9月10月以降にですね、もっとインターンシップにやっぱ参加すべきだっていうことの部分の表れでもあります。これがインターンの選考状況。じゃあ続きまして、どんなインターンが多かったんですかというデータなんですけど、これ見てると分かるようにオンライン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 、分かりますね。今回やっぱりコロナの影響を受けてオンラインっていうのが圧倒的に増えてるってことなんです。でもちろん対面型っていうのもあって、これ見てて対面型の部分のグループワーク、対面型の部分のグループディスカッションというのがここのデータであります。ですからこれはどういう意味見るかというと、オンラインのインターンが増えた、その一方でいわゆる直接会ってやるインターンシップも意外と行われているというデータになっている、まあ、これが実際の参加した学生さんたちので、まあ、オンラインのコロナの影響を受けてですね、やりやすいオンラインでやりやすい内容のものとかオンラインの企業説明というものが 24% もあるのはですね、やっぱりオンラインってやるものの部分に限定がかかるんで、まあ、こんなことが起きているという感じの状況ですね。続いてじゃあ実際にあなたが就職先を考える上で一番大切な要素は何ですかって質問、これ毎回させていただいて、今回の8月24日のイベントに出た方も一番多いのは働く環境が最も重要だっていうデータが出てきています。でその次が、まあ、仕事の内容ということで、今年の傾向はですね、働く環境が重要だって学生さんが例年に比べて増加している、まあ、これはコロナの影響を受けてですね、いわゆる大きな会社にそんな簡単に入れないんじゃないかってことも踏まえて、やっぱり自分が本当の意味で考えるんであれば、どういう環境っていうのが重要なんじゃないかって思う学生さんが増えてるっていう傾向が出ています。じゃあ実際にですね、我々今回もうちょっと細かな調査をしています。これは全部の学生さんにいわゆる働く環境、就職環境支援について聞いていて、あなたはどちらが大切だと思いますかって聞くことですね。居心地のいい環境、一緒にいて楽しい職場の雰囲気がいいっていうのと、切磋琢磨できる、そう、尊敬できる人がいる、切磋琢磨できるの人とどっちがいいですかっていうふうに聞いたら、まあ橙色がやや多い、まあ大体 50% ぐらいですよね。そういう意味で言うと居心地がいいという部分の、まあ、環境の選び方と、切磋琢磨したい、成長したい、できたい、まあ、それが大体半々ぐらいで選択してるっていうのが、まあ、今の学生さんの傾向。そして仕事の考え方、まあ、一番多いのはできればこんな仕事がしたいという希望する仕事の範囲から選びたいが全体の6割で、次がこれだけは避けたいという仕事を外した中で選びたい、そして次がこの仕事だけがしたいという特定の仕事、これを見ていただくとですね、まあ、多くの学生さんがですね、早くに自分がやりたいことを決めるべきなんですよね。いやいやいや、
必ずしもそうじゃないってことです。ですから緩やかにできればこんな仕事がいいなっていうのを決めてそこから選びたいなっていう人が圧倒的に多い。まあ現在今就活している学生さんの大半がこういうポジションにある。そしてこれだけは避けたいっていうのだけは外したいが 25%、まあ、仕事に対する考え方は、まあ、こんな感じで今推移しています。続いて会社の規模に対して質問なんですけど、何が何でも大手っていうふうに答えた方が4割、メガベンチャー、ベンチャーって答えた方が両方合わせて4割、全体は 56% が規模にはこだわっていませんなんです。やはり今年コロナの影響も受けてますし、まあ、そういう意味で言うと規模にこだわらない、まあ、規模だけが重要なんじゃないって学生さん、これ例年よりも増加傾向にあります。これが皆さんも含めた皆さんと同じ就活生が考えてるっていう部分の内容になっていますね。で続いてですね、まあ、今回コロナですから学校もねオンライン授業してます。まあ、秋からはですねオンラインと対面がだいたい半分半分でやるというのが首都圏は増えてきていますし、地方はまあ対面に戻すっていうところもだんだん増えつつあるんですけども、就職活動の情報はですね、まあ、例年通り、まあ、学部の友人、ゼミの友人、部活サークルの友人、バイト仲間っていうのが34、16、18、11で並んですけど、今年はSNS から情報を得てるという方が 21% ということでですね、まあ、例年よりも非常に多い、まあ、こういう傾向が出てます。まあ、そういう意味で言うと、まあ、学校で会えない部分、まあ、SNS を通しての情報収集が例年に比べて多いという状況になっています。ですのでこれが皆さんと共に一緒に就活をしている、まあ、同級生の実際の就職活動の状況、そうするとまとめてみますと、インターンの応募件数は圧倒的に10社以上が多い、インターンの合格率は実は意外と低い、オンラインのインターンが主流で今今年は動いています、情報交換は SNS が急増中、例年より企業の規模にこだわらない学生さんが増加中、就職先に関しては環境視点、誰と働くかっていうことが重要ですよねっていう形の人が増加中、そして仕事視点の絞り込みはまだ緩やかな状況の中で動いています。これが今早めから動いてイベントに参加している学生さんの大体全体像って形で動いています。そういう意味で言うと、これから9月に入ってますが、皆さんも、まあ、インターン落ちた学生さんも多いと思うんだけど、企業はこれから9月、10月、11月とどん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 インターンを継続で実施しますから、いろんな企業のインターンに参加してですね、自分は何が一番大切なのかっていうのを考えていただければと思います。それとですね、先ほど SNS を通して学生さんはいろんな情報を収集しているというふうに言っておるんですけど、我々 Twitter の情報も出してますけど、なんといってもこの YouTube チャンネルはですね、皆さんの SNS というところに下っている、まあ、いろんな情報をこのテレビを見ることで、あ、テレビじゃないです、 YouTube チャンネルを見ることで情報が得られますから、ぜひ我々の YouTube チャンネルを見てください。これ月火水木金土と新しいコンテンツを配信中、そして毎週火曜日の6時から7時までは生配信をさせていただいて、皆さんの就活に対してのですね、いろんな悩みありますよね、ちょっと質問 しづらいこと、それを直接質問に対して答えさせていただくというプログラムをやっておりますので、ぜひそちらの方も見ていただければと思います。じゃあこちらの情報を参考にですね、皆さん9月以降も頑張って就活をしてください。